ジョンさんのお友達の人がこっちに応援に来るっていうから私も友達になろうと思ってメールを書いている。なんかどうしたってね、市民団体とかそれから障害者の関係をやってるこう団体っていうことになると、その運営の方も構えちゃうところがあるんじゃないかなって思うんですよね。パラリンピックのね専門で取材をしてきたとかっていう部分も役に立ててもらいたいんだけど、なんかこうどうしてもこうなんかね、なんか言われるんじゃないかみたいな風に受け止められちゃうところがあるみたいで、 ZTU に関しても要するに障害者のスポーツについてはまだまだ全然あのこれからの団体なので、うん、だからもう本当に選手の、ね、人からも本当に心配なんですね。これはどうなってるとかクラス分けのこと本当に分かってくれてるのかなとかっていうのはすごく心配だと思うんだけど、もうでも彼らがやるしかないと思うし、それをねやってると思うので、その状況を知りたいっていうことなんですよね。本来憧れでも憧れですよ。馬車道とか館内とか馬車道はまあまああそこは綺麗なんですよ。花がちゃんといく、昨年からちょっとこうコンセプトをですね、あのホストシティメディアプロジェクトっていう形を考えまして、私なのでそのご担当の方をあのご紹介いただけたら、あの市役所なりに伺ってでお話を聞いてっていう形にできたらいいなと思ってるんですけれども、はい、ご希望は、はい、あの市役所の職員がいいっていうことですか？そうですね、あのまあ、伝わる側に分かりやすく、要するに、まあ、国際大会ってこう横浜市で主催するわけですよね。でもちろんその主催として ZTU さんもいらっしゃるし、横浜市大会協会もおそらく主催という方、主催グループなんだと思うんですけど、その中で役割分担っていうのがあるとしたら、おそらくシンボリックなのが市の方なのかなという。なんか主みたいな人に会えないですね。もうなんかほぼ前日までには全てが整うだろうという感じで、必ず準備したいと思うのでご協力をよろしくお願いします。ありがとうございます。